どうも、スノーマンです。イエーイ。今はね、渋谷のアドワーズさんに来たんですけど、まあ、僕がクレーンゲームがすごい得意なんで、車の免許取る前にね、ちょっとなんか、まあ、こういう本当に深澤はうまいのかというのをちょっとここでクレーンゲームね、そう、クレーンゲームをね。でしかもなんかクレーンゲームにはクレーンゲーム達人検定っていうのがあるみたいで、そんなの、そう、ちょっとそれ調べてきたんだけど日本クレーンゲーム協会が主催してて、なんか埼玉県の行田市にあるゲームセンター内で定期的に試験が行われている。でなんか3級から1級まであって、3級は一般プレイヤーが腕前を証明するための実技試験のみ。そして2級以上はインストラクター向けで筆記試験があるんだって。筆記試験なんかある、筆記試験だから、まあ、ちょっと車の運転免許も取りたいんだけど、その前にちょっとなんか俺達人検定取っちゃおうかなと思って。いいじゃん。 それのまあ第一弾として実力をねちょっと見せたいと思うので、はい、まずはじゃあね、これをねやりたいんだけど、これはね、あの、すみっこ暮らしっていうねすごい面白いあのキャラクターなんだけど、俺これ結構好きなのよ。でこれのポイントはタグに引っ掛けるっていうのがポイントなのよね。タグ、それをちょっと踏まえてみんなでやってもらおうかな、先に。オッケー。まあ、この場合は、どういけばいいの。多分水色の方が取りやすいかな。すみっこじゃなく、すみっこじゃない、これは猫さんなんだけどね。これすみっこなんだけど、すみっこを狙わない。そう、あの、これは猫さんっていう、多分やっぱこうじゃね。まあ、まあね、手、ノーマルが一番取りやすいパターンもあるからね。俺いつもこういう感じもん。そうだよね。いける。おお、戻る。多分お尻が重いんですね。あ、そういうね。はい、いけ、だってこれ、お、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいっすよ、いいね、綺麗なとこ行ったよ。お、これなんだよ、この村さん。おっ、お、ほんま茶色い方いったわ。醤油味。おマジ、タグ入ってねえかな。あ、ちょっとね、ひらってした。いやー、こうやってね、まさか自分がね、YouTube でカメラ回ってる前でね、クレーンゲームするとは思ってなかったからね。なんか YouTube っぽいよね、ほんとこれこそ。おお、これ難しいこと、難しいですね。じらすなー、史上ピンチ。入ったかな。おお、あらます。あらます。この時は突然。今ここ若干入れたんですよ。ああ、なるほど。そうなんですよ。嬉しい。入ったかな。お、おお。というわけで次はちょっと大きめのこのポンポンプリンをやります。で、できるな。そう、難しいんだけど、とりあえず最初3回は下見します。はい、はい、どういうあれなのか。そのさ、クレーンゲームで下見っていう概念がもう分かんない。僕ね、ワンチャン取っちゃったかな。なるほど。ちょっと足の方ね、そうなんすよ。どんぐらいのハサミで。なるほど。じゃあ次だろう。入ったかな。おお、え、ありがとうございます。マジか。おいおい、待って、下見って言ってましたよね。ありがとうございます。どこを狙ったんですか、今。ここっす。ここ？ここ、ずっと。これこうなってんの？そうなんですよ。くっついてないんだ。だから、こうやってやってて、
なってたからちょっとずつこっちにずらしていって最後3回目でここを、やばっマジか下道中でも取れる取れるはい下道中でも取れるとはい今日最後はですねまあこれ渡辺さんが一番多分喜ぶんじゃないですかねおシナモロールがあるんでなんかよくわかんないんだけどなんかそのシナモンロールにちょっとなんか似てるみたいなことをだからこれやっぱファンのためにもサンリオファンのためにもやっぱ撮りたいですね今あれで翔太の友達が囚われてる状態これを救出したわかりましたじゃあまずすみません最初の2回ぐらい下見でお願いしますギリ狙おうこれでバコンってやついけねえかなあーなるほどねいやだねもう攻撃だよねもうこれそう攻撃攻撃これでもうわっいい感じ絡まってるこれは難しいなおおアタックアタック来たよアタックうわこれめっちゃむずいやんねえめっちゃ悩ましいわ大丈夫気持ちを落とさず商品だけ落とそうおお座布団2枚おおおいもうちょいじゃんああもうそっち向かないで知らすな顔見して可愛い顔見してあぶねいや最初から分かっとけばよかったかわいい顔見してハスタイムだよはじめましてすごいいやこれは友達ゲットだぜなるほどねこれは頑張ったねこれ最初から分かっとけでもいい勉強になったわ俺こういうの初めてやったからなんか多分こうやって動くじゃんそうだで次中側を攻めるとめっちゃ動くんだね多分もっと簡単に取れたと思うでもまあゲームセンターに来て勉強になった勉強になったまあ今回こうやって来てクレーンゲームのお店に来てね俺やっぱ学んだんですいろいろ取り方をまただから試験受けて俺インストラクターになりますおおいいね2級1級になるとインストラクターにもなれたりするんだよねだからそれ目指してちょっと頑張りたいと思うので今日は本当ありがとうございましたお疲れ様でしたうわこれまだやりたいね俺もうなんか車の免許いいから俺ずっとこれやろうかなやめろそれはそれで取るそれはそれで頑張るだってできるんだよ陽キャッチャー